エミール・ファブリは、ベルギー象徴主義の美術家、ジャンデル・ビルラと共に、ベルギーの象徴主義のグループ、ポアラルなどを結成して活動した、リエージュ州のベルビエで生まれた、少年時代にブルッセルに移り、ブルッセル王立美術アカデミーのジャン・フランソワ・ポルテールに学んだ。1892年に象徴主義の画家、ジャンデル・ビルラと美術家集団、プール・ラールの創立メンバーとなった。 1893年と1894年には、パリの少女派の展覧会、バラ十字サロンにも出展した。1896年にデルビルラが創設した別の美術家集団、サロン D、アート・アイリリステの展覧会にも出展した。1890年代の終わりにアール・ヌーボーの建築家、ビクトール・オルタや、ポール・アンカールの建築プロジェクトに参加し、そのスタイルは、 象徴主義から離れた。1900年にブリュッセル王立美術アカデミーで教え始め、1939年までその仕事を続けた。第一次世界大戦中はロンドンに滞在し、イギリスのラファエルゼン派の作品を研究した。1920年にはデルビールやコンスタン・モンタルドラとラルモニュメンタルを結成した。 1923年にはアカデミーの壁画及び装飾美術部長に就任し、王立アカデミーの会員に選ばれた。ボリューエ・サンピエールで100歳で没した。ありがとうございます。